いやいやいや、暑いな、今日はな。暑い、寒い以前に。なんでまたこの大井町に。ここはね、昔大井競馬場とかあったな。まだこの城西の方を、城西で合ってる。品川区とか大田市から城西だろ。あ、そうなんですか。城西エリアを、城南城西城西だ。いや、西じゃなくて南じゃないかなって、わかんないですけど。城南知らねえけど。はい。エリアをお前と攻めてなかったなと思う。はい。あ、攻めたくなったんですか、急に。急に攻めたくなっちゃったんですか、上田さん。夏の陽気に誘われて。夏の陽気に誘われてよ。ちょっとあのさっきよ、コラボだったんだけど。あ、そうだったんですか。コラボの撮影でまあちょっとバーベキュー食ったんだけど、ただ食ってるだけだったからよ。なんか食後の散歩も兼ねて星を探した方がいいだろうと思ったんだよ。なるほど。食後の散歩を兼ねてな。こんな白昼堂々、多分星はいないと思うんですよ。こいつなんですけど。うん。だからお前みたいなやつは鈍感なんだよ。あ、なるほど。この白日のもとに太陽と同化するかのように、そうそう、怪しい人物が。ちょっと取れ。大阪の難波に似てるんだな。あ、そうですか。これやっぱ阪急がやってるからね。ああ、阪急ブレーブスか、うん、暑いな、しかし今日な。はい。お前大井町にはなんかないの？ああ、なんかあの何度かお酒を飲んでた頃にその飲み屋街があって、そこにあの立ち寄ってあのお酒を飲んでた頃にって何ですか？今はちょっと自粛させていただいてるんですけども、さっき前誰かから電話が入ってバーなんとかとか出てたじゃん。あ、バーバーですよね。床屋ですから。あのカットの予約したんですよ。あ、そういうこと。コボちゃんカットにしてくれって。引き続きバーなんとかってところからかかってきて、わざわざ営業なあれだと思って。あ、すごい目ざといですね、ウリトさん。俺は結構見てる。あんなもんよく見えましたね。あの時俺エスカレーターでお前が前にいたんだ、はい、で俺の後ろ見てお前が何か作った顔してるからなんだろうと思って、ちょっと表示が見えて、はい、バーなんとかっていう。ここへの店主ですからね。バーのマスターがわざわざ電話来るぐらい常連なのかよと思って。城西だって気がする。城南、まあいいか。城南か。うーん、わかんないです。城南だ。下手なこと言えないです。昔中野の方に、はい、子供の時3ヶ月だけ極真カルティ行った時あって。あ、そうなんですか。そこが城西支部って名前だったわ。ってことはこっちは南だわ。ほら、やっぱりそうだな。なんか城北、城北のはずないじゃないですか。新宿よりも北なんですか、南なんですから。こっち方角はこれは何だよ。あんたら話題にしなきゃいいんだよ、最初から。いやでもすごいですね。なんかこう観光に来た気分になりますね。ああ、そうだろ。もっとこうあれはないのかよ、俺らがこうワクワクするような。ああ、だったら逆ですよ。トピックよりもこうもうちょっともっとやっぱり裏を攻めていかないと。こんなとこに誰が星か紛れんの、はい、だからよ、シャバに帰ってきたのはいいけど、これからどうしていいか分かんねえ。背びろ肩にかけたような鉄砲玉で行ってきた勤め終えた人だとかよ、それこそまあ本当に貢いでくれた女がしゃべりパクられて、はい、俺も明日もなカップラーメンかじったらもう明日も銀行強盗入るぞとかよ、そんなような。あ、ギラついた。そんなのが飲んでそうだよ。あ、ギラつきを。そうそう、そういうのだよ。ギラつきもしくはムラつきを。ムラはいいけどな。はい、左行ってみましょう。あ、そのギラついた感じはね。はい。いかがわしい感じのやつらぐらいしか見てねえだろ、このチャンネル。そんなことないですよ。あの善良なあのお母様であるとか、うん、あるいはその本当かい。いや本当ですよ。お母様コメントありましたもん、うん、はい。でこの間だってあの46歳のお母様からあの、うん、ご世話の相談が来ましたし、うん、あ、そうだな。結構あの良妻賢母、うん、あのすごいあの命の母ホワイトってしますか。あの要はああいう、はい、ああいうの使ってそうなあの貴婦人たちも見てますよ。嘘つけば覚醒剤と注射器とかそんなの感じだろ。そういう人ばっかじゃないか。なんかよ、そこのあの折田さん横丁行ってみましょう。
あれか、はい、あんなのもちょっと三茶っぽいよね。もしかしたらもう今日ぐらいこの時間やってるお店たくさんあるんじゃないですかね。あ、そう、はい、昼間から営業してる飲み屋さん増えてますから。お前詳しいね、やっぱりな。ただこれあながち間違ってなくて、いかがわしいとこいかがわしいとこに行けば行くほど、はい、そういうふもとの飲み屋に、はい、鉄砲玉みたいなのいたりする。はい、そうなんですよ。焼け酒飲んでたりするんですよ。焼け酒飲んでは身体考えてない、今後の。ほら、ウリトさん好きでしょ、こういうところ。あ、でもお店あんまり、あ、やってるってか、やってるか。これは違うけど、はい、今日コラボの皆さんでなんか美味しそうにご飯食べてましたけど。お前は私、塩にぎり1個しかもらえなくて、おかずもなしで。うまかったよ。もうおかずがもう冷え切ってて、私が。カメラはそんでも若いし食べるからよ。はい、後で言うんだ。なんだよこれ。いや、さすがに私も別なら大人ですから、あそこでブーブー言えないですよ。お腹すいたなとか。まあね。はい。おそらく私が最長老、最長老でしょうから。あ、美味しそうだ。めっちゃうまいですよ。上司がやってる。へえ。ションベン横丁をさらに肥大化させたような。そうだな、体が近いもんな。はい、あれは昔はね、 あれは成田か、イラン人の方がとかたくさん押し寄せてて。俺、長渕さんの電信柱に引っ掛けてるの知ってん。あ、はいはい。貨物列車でアリガンに向かった、そうあれとの感じでは。確かにこういう不動産用よ。なんかダブルの革ジャン着たくなってきました。あ、俺はまあサイドベントのダブルのスーツ着たくなってきたよ。頭ピシッとアイパーで紐が内側に紐がついたやつですよね、ボタンを打ち止めする。俺流行ったんだから、みんなあのピシッと耳の後ろまで押さえつけてアイパーかけるんで。はい、そこは。おお、これまたいい味出してる。ほら、後ろ来てるぞ、人。あ、失礼しました。ぶっ飛ばすぞ、お前。あ、こちらこそすみません。申し訳ございません。すみません、YouTube 見てます。あ、ちょっと、なんか一言くださいよ。頑張ってください。なんか面白いのがあるっすか。応援、そうっすね。明日出頭しそうな、チンカラとかいそうなとこ探してるっすね。今、銀行強盗しますと。そうです。もうこの通りが有名な通りになる。あ、これがそうですか。多分、大井町って言ったらここら辺の通りです。明日出頭しないっすね。しない。写真一枚撮ってもらってください。イエイ、ありがとうございます。地元の方ですか。あ、もうの地元です。大井町とか大森町です。あ、夜ですね、やっぱ開くのはね、この通りもね。そうです、あのコロナで結構閉まっちゃってるんで。あ、そうですか。はい、分かってんだろう。ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。お邪魔しました、どうも。なんかでも急にこう風が涼しくなりましたね。こういうのも珍しいよな。あ、これしかも天然のやつだ。お、ほらほらほら、あ、フェイクか。俺の苦手な、ほら。あ、本当だ本当だ。このニワトリの、これ昔から気になるんだよ、このニワトリの顔を撮るよ、ちゃんと。これシャブ効いてる顔だぞ。あ、本当だ、目がいってる。このこれをシャブ効いてるよ。しかも鳥肌立ってました。鳥肌立ってましたよ。ああ、がっつりいってるってやつだよ、がっつり。食べられるぞ。早いのですか。あ、早いの。これちょっとアンパンマン、これアンパンマン好きなんですよ。これも俺の子供の時に俺に入れるんですよ。こんな丸々としたんですか。いや、一番似てるんだろ、食パンマン。顔が似てるだろ、ちょっと俺に。食パンマン、ちょ、これ全部取ってあげるの、かわいそうに。カレーパンマン、食パンマンに、ドキンちゃん、バイキンマンに、メロンパンダちゃんと、こいつなんだよ。ああ、ないっす。これよく知られるな。まあ、なんかよ、なんかいいよな、ここ。確かに。
なんか織田さんとあんまりこうどっちかすると手厳しく町を批評する方じゃないですか。なんかしっくりくるんだよ。はい、駅降りた時から、駅降りた時からなんか大井町ビビッときた。いい風吹いてました。いい風吹いてた。なるほど。あれとかいいな。スナックですね。なんか東京の海が近いかな。確かに遠くはないですね。神奈川県にも近いだろ、品川って言ったらもう。はい、あ、なるほど、そちらの文化がちょっと流入してるのかな、もしかして。ちょっと文化が都内、都心じゃないんだよ。そうですね、うん、まあ、塩結びはまあ馬鹿にすんだよ。はい、塩結びだけだけって言うけど、はい、そんな暑い時に塩結び食べる幸せだろ。まあ、確かにそうですね。あの塩分がちょっとで汗で出てきたところ補充 しましたけども。そうそうそう、ちょっと脂っこいじゃないですか。食べちゃった。でもこの時間からやってんのかな、ひょっとして。違うか。お前なんで呼び出されたか分かってんの。はい、言ってみろ。あれですよね、大井町編が途中で尻切れとぼになったって件ですよね。うん、あの今な、はい、今視聴者が今ね、今まで大井町の、はい、我々がうろうろしてるところ今ね、今まで見てるんだよ。はい、要するに最後のシーン、はい、肉屋が来てスナックの看板を映すあたりで、スナックの前ぐらいでな、お前がカメラなんか、なんであれメモリーカード、メモリーカードがいっぱいになっちゃったみたいですね。あ、予備を忘れてた。はい、予備を持ってなかったんだろ。まあ、あとバッテリーも上がっちゃったみたいです。あの日結構灼熱地獄だったじゃないですか。うん、もうカメラもカードもおだぶつになっちゃって。そんなの前スペアを何個も持っておけるじゃない。今あのスナックのドアの前から突然このこうなって、視聴者的にな。はい、視聴者的に確かに。ゆうさんの服装変わっちゃってますからね。私も。あ、でもちょっとすいませんでした。ひとまずあのごめんなさい。そうそうそう、謝ります。言い訳しないでください。ただちょっと弁解弁明というか、釈明をちょっと聞いてもらってよろしいでしょうか。あの日、まあ、ある方とコラボだったんですけど、あの日な、織田さんとそのコラボ相手の方々は、うんうん、お肉食べたり野菜食べたり、むしゃ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 美味しそうに、ね、ビールなんか飲んじゃってる人もいて。でそれはバーベキューだから。はい、バーベキューで、もうで私はその間もうね、あの肩こりをこうこらえながらカメラをこう、あれして、でまあ最後には何か食べられるのかなと思ったけど。じゃあ俺お前に何回も、はい、食べていいぞって言ったじゃねえか。いやでもあの向こうのカメラに映り込んでしまいますから。食べろって言われた時に食べなかったくせに、あとで騒ぐんじゃねえよ。まあはい、でもまあ私も結構、まあ、あの日、結局塩にぎりってやつを1個だけ。それ食べてたよ。でも正直申しまして、あれだけこう汗かいて汗ね、もう汗だくになった時に、あんな塩にぎりなんか食べて余計喉乾くし、でドリンクもなかったんですから。お前バカじゃねえの。はい、熱い炎天下であんだけ汗かいたら、はい、水分より塩分取らなきゃいけないんだよ。はい、それは分かってますけども。だ塩結びっていうのは最高の食事なんだ。あ、そうなんですか。でも喉がハーってもうハーってなっちゃって、それも後に水からくる。これはもう本当一歩間違ったら熱中症だっつって、でそんな時に時を同じくしてカメラの方がおだぶつになっちゃったんです。だから多分私とカメラが一体化してて、私のこの気持ちをカメラが忖度してくれて、ご主人がそういうことだったら私もオーバーヒートさせていただきますっていうふうに一緒にしゃかったっていう、はい、シンクロニシティだと思います。そういうのが親父癖なんだよ。要するになもっと食い足りなかったってことだろ。まあそうなんですけど、まあいや食べ物にね、規制はないんですけども、バーベキュー会場だからやっぱ肉も食べて、まあ、正直言って私あんまり炭水化物が好きじゃない、おにぎりが正直苦手でして。まあだから要するにお前は結局あの日あれだろ、バーベキュー会場でお前だけはまあ腕しびれる思いしてカメラ回してんのに、はい、それも塩結び一個で、はい、だけどその、まあ、上司である俺は、はい、まあ、バクバク肉だなんだ食べて、はい、まあ、要するにそれが羨ましいっていうのと、もう一つは自分がガス欠に
なりそうだったんだから、はい、カメラの不具合だとか、カメラがしゃがる前に俺がしゃがるとこだったんだと、はい、ガタガタ言ってんじゃねえよと、はい、そういうことだろ、あの言うと思ってたよ。えっ、これよ、まだ開けんの大したことじゃないけど、なあの日ちょっとひもじい思いさせたと思って俺もよ、えっ、いいかそう、まあ、さっと食べろよ。先ほどすいません、あのご無礼なこと失礼なこと言って、失礼なこと言ってすいませんでした。お前はな、はい、後で気づくんですって。いいよ、ほんで行きます。頼むぞ、これから。ありがとうございます。大井町警官工事中終わりだから、ほんで行きます。失礼します。そしていただきます。失礼します。全部おにぎりじゃないからな、やろ。